みんな、こんにちは！ということでやってまいりました。本日も、古原しさ TV よ！今回、このキングオージャーの、じゃじゃーん！ロボ、デラックスキングオージャーを紹介していけたらなというふうに思います。まずこちらご覧ください。この、ド迫力なこのロボットの箱、めちゃくちゃかっこいいですね、これ。いやもうね、昆虫ってだけでまずね、この男の子がすごくテンションが上がるんですよ。見て、後ろにね、じゃじゃん！驚異の10体合体。これ、初期ロボですか？うん。俺たちって初期ロボ、3体で合体してるんですけれども、で初期が、これ10体ってことは、これ50話終わる頃くらいには、まあ俺たちは全部で12体だったから、だからかける4ですよね。ってことは、これ40体合体くらいになっちゃうじゃないこれ。はい、ということなんですけれども、緻密な機械造形、そして幅広い可動域。いやね、これってなかなかロボットでこれ実現するの結構大変だと思うんですよね。だけどいろんなポーズを取ったりだとかね、することができるということなんだけれども、これも開けるときはもうとにかくやっぱ一番テンション上がりますよ。実はもう一個あるんです。こちら、ちょっと前までね、やっていた、そう、じゃじゃーんと、ブラック鬼退治。さあ、こちらの方もゲットしましたので、ちょっとね、比較していけたらなというふうに思います。ということで出したのがこちら、じゃーん。要となる部分はこのゴッドクワガタ、ジャケーン。こういう感じですよ。もうすごい広いかな、これ。こんな感じ。ゴッドトンボ、おー、すごい可動域がすごいぞ、これは。はい。てかもうね、ブルーのこの羽がクソかっこいいですね。これめちゃくちゃかっこいい。ゴッドカバキ。こちら。じゃじゃーん。いいですね。ディテールが。見て。かっこいいよ、これ。そしてこちら。ゴッドパーピオン。見て。そう。ゴッドパーピオン。こうやって羽ばたきます。はい。ゴッドパーピオン。ゴッドハチ。なんかこれすごい俺。若干違和感あるんだけどね、ゴッド8っていうのが、ゴッド B にすればいいのになって思うんだけれども、これもだからかっこいいね。羽が、この羽がすごい、めちゃくちゃ動く、これ。ゴッドクモ、これが2体。ゴッドテント、はい、ゴッドテント、ゴッドアント、こう見える、はい、ゴッドアントです、これは。で、これら10体を使って今からキングオージャーを作っていきたいと思います。この足、工程が多いってちょっとオタフさんが言ってたんで、まず俺はもう最初こうつけちゃう。俺だったら先にもうとりあえず穴があったらつけちゃう。これ、これいけなかった。これどういうことなんだ、これ。これは一回さ、ちょっと上げてみてたら、ここはで、ボールジョイントから、こういうことなんだ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 、こうなんだ、これ。こういうことだと思うか。普通にゴッドクワガタの部分するんだから、こうやって、で、足を、あ、これだけじゃん、これで、これだけ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 、これなんかもう、クワガタ完成してない、これ。俺の中でのクワガタはまあこんな感じなんだけれども、じゃあこれが一体どういう風になっていくのかっていうことですよ。これですよ、これ。これが多分手なんだよね、おそらく。これ手だから。お、すごい、めちゃくちゃ曲がるな、これ。なるほど。これもしかしたらこうなるんじゃない？おー、なった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 。で、ここでこうじゃない？これ。見方によっては。こういう感じじゃない？で、これパピオンの方に顔があるから、そう。いつも通り説明書は見ないでやってるんですけれども、この、ここにね、パピオン、ああ、よくやって。顔が取れたぞ、これ。これ顔取れる系か、こいつ。え、この頭、これどうくっつくん、これ。おお、くっついた、こういうことでしょ。どう？ここの部分に雲がつくんだね。雲が。いい感じじゃない？これ、ちょっとほら。これは、足は、こうやってなって、で、ここもうちょっと下がって、こう、だからこっち足だね。こっち足に、ガチャンと入るはず。入りました。おお、なんか取れたぞ。この鉢？鉢の足が、まあ、とりあえず刺しますと。刺しましたと。鉢？鉢の足が長えぞ、これ。フック船長みたいなやつ、これ。ちょっと。これ鉢のさ、なんとかなんだよ、これ。
戦隊ロボ特有の回転させてなんとかするとか。あ、逆にこういうことか。わかった。どうすか。ねえ、いい感じ、いい感じ。これこれ、こっちか。背中か、これ。ああ、そういうことか。これで空飛ぶのね、大空を。くっついた。すごい、うまいことできてる、これ。なんか、こんな下にあったっけ、手って。なんか、もっと手ってなんか折りたためない、絶対。多分、もっとこれ、上に行くのかな、これだから。もしかしたら。もう、ちょっとこう。エヴァンゲリオンの初号機くらい長いよ、これ。エヴァンゲリオンの初号機くらい長いよ、これ。見て、このキングオージャロボ、なんと、俺が作ったやつだと、こんなに長く、ほら。これ横に、真横にすると、全然長さが違う。ほら。ねえ。じゃあちょっとこれ一回外して、元のやつにするね。そしたら。いけるよ。よいしょ。おー。いや、それでもまあ長いけどね、割と。いや、でもいい、やっぱリーチが長いといいことですよ。ボクサーに関してそうですよ、やっぱりね。ここにもう一体多分つくんだよ、だからね。こういうことか。ああ、なるほど。雲がだから2体前につくんだね、これ。ゴッド雲が。はい。で、このテントはじゃあどこに言うかって言ったら、ここに上向きにつけるって、オタコさんが言ってたんで、多分上向きにつけるわけですよ、これ。で、このゴッドワンってこれどこに？ゴッドワンとどこ？武器につくの、これ。あ、ほんとだ。ゴッドワン武器だわ。あ、ゴッドワンに関してはこれどこにいてもいいやつだ、これ。そう。その時の気分によって変えられるという。を刺したら、なんとこれでキングオージャーの完成でございます。さあ来ました、キングオージャー、デラックスキングオージャー。おー、すごい。なんか色鮮やかなのがいいね。やっぱこんだけカラフルだとさ、すごいテンション上がるよね。はい、ということで、まあこちらが、まあ、デラックスキングオージャー。じゃあ実際に僕たちの最初のロボと比べて大体どれくらい違うのかっていうのをやっていきたいと思います。まあ俺たちのロボもね、割とね結構最初のあれに比べたら結構ね、多分ねでかい方だと思うんだけどね。もうこれめちゃくちゃ、これに関してはめちゃくちゃ速いから、これはい、できました、こういう感じで、これで、だからちょっと俺たちの方が大きいんだよね、そうやって考えたら。で、武器をこうやって持たせても、あ、ちょっと待って待って、一緒武器の長さ一緒だよ、ほら。すごい、奇跡的だよ。刀の色も一緒だし、これなんかかっこよくない？キーオージャー。測ってみましょうか、このね、キングオージャーも。あ、待って、足閉じてない、これだわ。そう、これ大事ですから、足閉じるの。28ちょうど、トゥルルルルン、27ですね、なんとなく。はい、だから1センチくらい僕たちの方が大きいですね。そういった感じでございます。そしてここに、はい、もう1体来ます。でかっ、最大級、ね、ブラック鬼退治ムラサメということなんですけれども、このブラック鬼退治ムラサメ、めちゃくちゃかっこよくない？これド迫力だな、これ。すごいド迫力、めちゃめちゃでかいな、これ。なんか俺たちのロボがすごくちっちゃく見えるもんね、こうやって見たらね。で、まあ測るとだいたいですね、これが、まあ、35で、全長がめちゃくちゃでかいから、これは足、これも足も閉じて、これ絶対足いったな、これ。あ、こんな感じですね。だいたい、まあ、直近のロボ、そして、僕たちのロボと比べたら、まあ、大きい順に行くと、まあ、大きい順に行くと、だから、ブラック鬼退治、エンジン王、そして、キングオージャーというふうな、まあ、形になります。やっぱ僕たちの時代と違うのは、やっぱこの可動域が全然違うっていうのが、やっぱすごい大きな特徴なんじゃないかなっていうふうに思います。こっちはボールジョイントを使ったりとかしてて、僕たちのはボールジョイントは使ってないから、割とこの、これでも多分可動域昔に比べたら上がってるはずなんですよ。この部分とかね。こうやったりやったりとか。でも、それでもやっぱりこの、多彩なポーズを取れるっていうのが、割とその最近のロボットの魅力っていうのは
ね、ふうに思います。まあこういった形で、これからもね、おもちゃ紹介なんで、ね、していけたらなというふうに思います。ということで、今回ですね、ロボット比較してみました。皆さんが気になるあれ検証してみました。以上でございます。ということでまたねー、バイバーイ。チャンネル登録、そして高評価の方よろしくお願いします。